次期社長に就任させていただくことになりました、白髪です。まず初めにですね、現幅社長に感謝申し上げたいと思います。T リーグが開幕し、岡山に、プロ卓球チームを誕生させ、2年目からは4シーズン黒字化し、今年度も黒字の見込みです。プロスポーツチームの経営が難しいと言われる中で、会社の基盤を作っていただいたことに感謝申し上げます。私も、当初より一緒にやらせていただき、勉強させていただきました。また、この社長就任という機会をいただいたことに感謝しかありません。幅社長、本当にありがとうございます。岡山リベッツは、5シーズンを終えて、新しいステージへ行く転換期に来たと思っております。卓球選手はコートの上で、ボールを打ちラリーをしますが、私はこの岡山という町をコートにし、企業様、自治体、関係者の方々との架け橋になるためのラリーをしたいと思っています。我々の目標である世界一のプロスポーツチームを岡山に誕生させるというチームの思いをですね、代表の幅のサポートをいただきながら、二人三脚で叶えていきたいと思っております。世界一のチームになるために覚悟を持って結束し、土台作りをしていきたいと思っています。また会社チームの仲間ともビジョンを共有し、それぞれの力を最大限発揮し、協力し合い、夢を実現できる会社チームにしていきたいと考えております。そのために行わなければいけないことは、継承と進化にあると思います。5年が経ち、少しずつではありますが、応援していただける企業様、もう少しずつ増え、まだですね、卓球を知らない方に対してのアプローチなどをしてきた結果、認知度も上がってきたと感じております。この岡山を盛り上げていくという思いはですね、この先ずっと持っていなければならないと思っています。私自身がやっていく中心としては、やはり進化にあると思います。新しく化けると書いて進化です。新しいことで挑戦し、今までとは違った雰囲気のチームを作り上げていくことです。一つは、卓球といえば岡山と言われるようにしたいことです。そのためには強いチームを作り、世界最高峰と言われるこの T リーグを制覇し、岡山に吉報を持ち帰ることだと思っております。岡山ではまだ成し遂げられていないトップリーグでの制覇を、我々岡山リベッツが最初に成し遂げたいと強く思っております。そして岡山リベッツの認知度、知名度ですね、さらに上げ、興味を持っていただき、試合会場に足を運んでいただく方をたくさん増やすことだと思っております。2つ目は、応援していただける企業様並びに、自治体関係者の方々ともっと深い関係性を持つことが重要だと考えております。卓球教室、イベント、また新しいことへの取り組みっていうものを今まで以上に、取り入れてですね、挑戦していきたいと思っております。最後になりましたが、私は、会社チームの夢を語り、そこに皆さん、たくさんの皆様がついてきていただけるような、社長をになりたいと強く思いながら頑張っていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。私からは以上になります。ありがとうございました。それでは続きまして、白川康介より新選手および契約更新選手の発表に移らせていただきます。よろしくお願いします。では続きまして、新選手更新選手の発表をしたいと思います。
はい、まず新選手の発表になります。新選手ですね、チャン・ユアン選手です。台湾の選手で若手の期待の左腕です。アンダー19では世界ランクトップ10に入るなど頭角を現してきています。次期台湾のエース、またオリンピックでの活躍を目指し、チームとともに成長するために世界最高峰のこのリーグに参戦します。それでは本人からのコメントが届いておりますのでご覧ください。大家好，我是张耀安。2023-2024将首次加盟港山俱乐部，希望我的到来能够帮助球队取得更好的成绩。我们港山见。はい、続きまして後進選手になります。後進選手1人目は韓国のイ・サンスル選手です。昨シーズンに続き、契約更新をしました。先日行われた世界卓球ではすでに、岡山に加入しているチョデソン選手と組んだダブルスで銅メダルを獲得。彼の経験と技術はチームに必要です。今シーズンも中心選手として戦ってくれます。それでは本人にコメントが届いておりますのでご覧ください。안녕하세요이상수입니다이번시즌오카야마에서뛰게되어서기쁘고많이설레입니다앞으로재밌는경기많이보여드릴수있도록노력하겠습니다감사합니다続きまして2人目は小野寺翔平選手になります。気迫を前面に出し、卓球に対する熱い思いを象徴するかのように、ボールが床につくまで絶対に諦めないその姿は見る者を引きつける力があります。強い力強いフォアハンドを武器に、最近では日本トップ選手に勝利するなどめきめきと力をつけております。それでは本人から入団コメントが届いておりますのでご覧ください。昨シーズンに引き続き岡山リベッツと契約をさせていただきました小野寺翔平です。今年からプロと実業団の二刀流に挑戦します。自らの手でファイナル優勝に貢献するという強い覚悟を誰よりも持ち、僕の熱いプレーで挑戦することの大切さを皆様に伝えていきたいです。岡山リベッツの関係者ファンの皆様とともに最高の景色が見れるように精一杯頑張ります。ご声援のほどよろしくお願いします。続きまして、3人目は柏武選手です。岡山県出身で初年度から所属しています。現在は大学生で副キャプテンも務めており、関東で活躍中。ボールコントロールに優れており、センスあふれるプレーが特徴的な選手です。まだ明るい人柄と若い力でリベツのみならずチームのムードメーカーです。それでは本人からコメントが届いていますのでご覧ください。こんにちは、早稲田大学の柏武です。今シーズンも岡山リベッツでプレーすることになりました。去年は出場する機会がなくて悔しい思いをしたので、今年は勝利という形でチームに貢献できるように全力で取り組んでいこうと思います。今シーズンも応援よろしくお願いします。はい、以上が選手の発表になります。この岡山リベッツは、世界一になるためのポテンシャルを持った、チームだと思っています。その世界一のチームになるために、今シーズンリベッツを、率いる、監督を私の方から発表させていただきたいと思います。今シーズン、岡山リベッツの、監督はですね、私白髪が引き続き指揮を取らせていただきます。社長兼監督という立場でチームの成長、並び優勝を目指して頑張っていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。最後に、2点お知らせがございます。1点目は、本日より、リベッツファンクラブの申し込みを開始いたします。今年度もさまざまな特典を用意しております。
新たな取り組みとして更新特典を用意しました。昨年度と同等以上のファンクラブにお申し込みいただいた場合に、プランごとに一人一人に皆様個人の名前と選手のサインが入ったオリジナルグッズをプレゼントされます。ちなみに早期入会特典としてスペシャルプラン以上で7月24日に選手が集う総合会に参加できる特典を用意しております。詳細は岡山リベツのホームページより見ることができますので、そちらをご覧ください。2点目は、岡山リベツ LINE 公式アカウントを本格的に運用を始めます。新機能として毎日12時に選手の写真を定期的に、送られてきて、これらもファンクラブと合わせてお申し込みください。今後は来場した際にポイントが発行されるような仕組みも導入する予定です。もちろん無料ですので、こちらに画面上に記載されている QR コードよりぜひ ご登録をお願いいたします。私からは以上になります。